あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは小さな夢でした。小さな夢を思いました。このまま消えてこの家だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間の自分の中に迷い込ませて世界を作らせればいいと。一問目ありそう勇ましく剣の片手に不思議な国、いろんなものを気に捨てて真っ赤な道を知っていた。そんなありそう思いの奥、そのリミットのように閉じ込められて終わりにできた道以外に彼女の精神を示すのもなし。二番目ありそうおとなしく歌を歌って不思議な国、いろんな音を触れさせて狂った世界を生み出して。そんなアリスは誰の花、行かれた男に打ち殺されて真っ赤な穴を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議な国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんな愛想は怒りの女王、秘密な夢に取り憑かれて家畜から何を見えながら国の条件に君にする。下根を高い星の鐘の下にじゃあ、ああどのドライブ。2番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をここに抜けてつい先へ行ってきた。ばかり気の強い姉と賢い弟、いつ